悠仁さま、作文コンクール家作受賞取り消しの可能性。主催側は、事態要求も、のりこ様は、必要文献送付で対応丸投げ。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。 久人様盗作問題に進展。今月から筑波大学附属高校に通われる秋篠宮家の長男久人様ですが、2月に発覚した作文コンクールでの盗作問題に、新たな進展が見られました。宮内庁は、8日、秋篠宮家の長男久人様ま15が、文学賞で佳作になった作文に、 参考文献の記載漏れを指摘されたことを受け、必要な文献を追記して主催者側に提出し直したと明らかにした。秋篠宮家の側近トップを務める梶隆治公子職大夫は、記者会見で本文を修正しているわけではなく、参考文献や注釈を記載して今週送付したと述べた。作文は、 お茶の水女子大付属中2年の時に書いた小笠原諸島を訪ねて2021年に北九州市主催の第12回子どもノンフィクション文学賞の中学生の部で佳作になった今回問題となった久人さまの盗作問題ですが今年2月に「週刊新潮」が次のように報道し話題となりました 秋篠宮家の長男、久人さま15が、13日に行われた筑波大附属高校の一般入試を受験された姿が報じられた。合否に注目が集まる中、久人さまが、過去にコンクールに応募された作文の中に、他の著作物と告知している箇所があることが判明した。これまで、悠仁さまは、成績優秀が定評となっており、 中学時代には2度にわたって作文コンクールに入選されるなど持ち前の文才についても宮内庁はアピールに余念がなかった昨年春には北九州市主催の第12回子どもノンフィクション文学賞で中学生の部の応募総数97作の中から久人様の作文が大賞に次ぐ佳作に選出題材は久様が 2017年に塗り子秘伝家と旅行された小笠原諸島の思い出で、原稿用紙19枚にわたる力作だった。ところが、サルク内情関係者はこう明かすのだ。その作文の中に、複数の不審な箇所が見受けられるのです。不審な箇所とは、具体的には、他人の著作物との告示を指しているという。こうした報道を受け、 宮内庁は悠仁さまは私的に感謝されているとだけ発表問題発覚後コンクールを主催した北九州市立文学館も悠仁さまの佳作受賞について取り消しなどは行わないと発表していましたこの問題はネット上でも大変な話題となりましたこの問題が注目を集めることとなった最大の理由の一つは この作文コンクールでの佳作受賞が久人様の定期栄光進学制度による地区付けたり入試において一定程度考慮されたのではないかと考えられていた点です定期栄光進学制度に関しては合格の基準などが明確に示されておらずどういった基準で久人様の合格が決定したのかも定かではありませんでしたですがそれまでに 宮内庁などが悠仁さまの優秀さをアピールするための一つの材料としてこの作文コンクールでの佳作受賞を挙げていたことから悠仁さまの定期栄進学制度による入学審査において作文コンクールでの佳作受賞も考慮されたとの見方が広まっていたのです悠仁さまは佳作受賞を辞退すべきの声そのため 今回のコンクールでの不正が発覚した際には、しくつけたりの合格も見直して、再審査すべきではないかとの声が上がっていたのです。その後、宮内庁は、この問題について沈黙を貫いてきたのですが、この度、必要な参考文献を追記して主催者側に提出し直したと明らかにしたことで、再度、この問題が話題となったのです。 とはいえ、この参考文献の追記に関しては、ツイッターなどの SNS では、そもそも、文章そのものをパクっているので、参考文献を追記して済む問題ではないといった意見や、コンクールでは、応募した後の訂正は受け付けませんと書いてあるので、規定違反だといった意見が書き込まれています。また、その他、ニュースサイトのコメント欄では、 次のような意見が書き込ままれています。学級の道を目指されるのは自由だし素晴らしいことですがこの件はプロだったら著作権侵害に抵触するレベルだったと思いますがそれなのに内容を修正もせずに参考資料追加で意味不明の感謝の意を表して入選のままならノンフィクション文学の定義とは一体何なのかということになると思います 公正で公平なコンクールであるためには、少しでも疑惑があるなら、真摯に謝罪した上で入選を辞退するのが妥当だと思う。感謝しているでうやむやにしてずるするなら、本人の公明盛大な人格形成のためにならないからやめるべきです。まだ彼は10代。いずれ人の前に出る立場だからこそ、ご両親は、彼に、謝罪と賞の辞退。 復章の変換をさせるべきだったのではないかと思う。この問題は、彼と同世代のこの記憶に残るだろうからこそ、こんな幕引きではなく、きちんと詫びたという良い形にしてほしかった。引用文は、引用部分全部をカッコ書きにしないといけないルールもあります。作文を読んだ感じでは、かなり広範囲にわたって引用が見られました。ですので、 発行書きも追加しないと、参考文献を出すだけでは不十分ではないでしょうか。そういったことは、現代では中学生までに習っているはずですが、応募時も、今回の発覚後も、中学の担当教官か、家庭教師も全く指導しないのでしょうか。のりこ様は、受賞自体を拒否。ところで、なぜ、今回突然、悠仁さまは、 参考文献の追記などを主催者側に送ることとなったのでしょうかある秋篠宮家関係者は次のように事情を説明してくれました。実は今回の盗作問題の件でコンクールを主催した北九州私立文学館側は秋篠宮家に対して佳作受賞を辞退するよう要求していたようです。というのも今回の問題は 日本国内だけでなく海外のメディアでも批判がなされ国際的な問題となってしまっていたのですねまた今回の問題が報道された直後には北九州市立文学館には講義の電話が殺到し悠仁さまのコンクールでの佳作受賞を取り消すよう求める声も大変多かったようですそのため北九州市立文学館は 秋篠宮家に対して、悠仁さまの佳作受賞を辞退するよう求めたようですが、結局、の子こ様は受賞を辞退することには徹底的に反対され、最終的に参考文献を主催者側に送付し、対応は相手方に丸投げすることとされたようです。とはいえ、コンクールの規定に、応募した後の訂正は受け付けません、との記載もありますし。 場合によっては、規定違反を理由に、加作受賞が取り消しとなる可能性もあるでしょう。皆さんは、今回の盗作問題や、決して違反行為を認めて、謝罪などを行わない、秋篠宮家の姿勢に関して、どう思いますか本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。